はい、えー。こんにちは。沖縄パパでございます。はい。えー、これが、あ今日の、最後の配信になります。えー、皆さんね、今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そしてね、心から、あー、感謝を申し上げます。はい。えー、なんかね、すごい、すごいニュースが入ってきました。はい。さっきみたいなね、ちょっとゴシップ系ではありません。はい。えー、これね、 これはどうかなと思います。はい。えー、日本の政府がやるかどうかはちょっと見ないとわかりません。はい。えー、シュワットブーがまた何か言い出しました。シュワットブーがー、はい。何を言い出したかというと、自家用車禁止です。はい。自家用車は禁止で、全部シェアリングしましょうということにな,なり、なっています。はい。えー、 自家用車禁止で全部カーシェアリングに切り替えてくださいと。はい。えー、世界のね、経済の4のね、ラムラムからあ各国に通達が行ったということです。はい。日本はこの命令に従うんでしょうかいろんなね、こう、あれがありますよ、こう。はい。思惑がね、業界の思惑とかね。 はい、それを足し算引き算してね、これを実現するんでしょうかということです。えー、まあでもね、シュワッとブーの言うことは逆らえませんから、ぬっぽんはね。はい、えー、自家用車が禁止になる、そういった未来は、そうね、遠くはないかもしれませんよということです。はい、えー、チーム和水の方にね、本当に引っ越したくなってきました。はい。 はい、そう思います。はい。もうね、宝くじで待っててね、えー、チーム和水の国にね、引っ越そうかと思いますよ。はい。まあ、シュワットブー、チームシュワットブーはひどいことをやっておりますよということです。はい、えー、自家用車禁止ということはどう、どういうことなんでしょうかね。はい。企業はいいんでしょうかね。使っててもね。はい。えー、どうなんでしょうか。はい。 まあそういうことです。まあ、日本なんかではね、田舎なんか行くとね、えー、まだまだ、あのー、自動車がないとね、はい。車がないと生活できません。はい。えー、そういうことでございます、えー。まあ、挙句の果てにね、自動車だけでなくねふ、スマホもね、シェアリングしろと言い出してます。はい。えー、理由はね、あのー、気象金属ですね。はい。気象金属が、 ああ、足りないからだという理由ですけど、はい。まあ、ようやりますよ。あ <laughs> きれます。はい。えー、これは、ぬっぽんは従うんでしょうか従わないんでしょうかまあ多分従う方向に持っていかれると思いますけどね。はい。でもね、まあ、すごいでしょうね。多分、K の断念からの反発が。はい。そういうことです。えー、売れなくなりますからね。はい。 車が。まあ、あまりにもね、ひどいんで、もう笑うしかないんですけどね。はい、えー、何を焦っているんでしょうかということです。はい、今すぐやれって言ってます。はい。えー、もしね、日本が、はい、これを、ね、これを、なんていうか、批准するようでしたら、本当に皆さんね、 え、お目目を覚ましていないと大変なことになりますよということですね。はい。まあ、こちらの記事も貼っておきますので、ゆっくり読んでください。はい、ゆっくり。はい。もう大変なことが起きています。はい。そういうことでございます。また何バカなことを言い出すのかなって、こっちはね、興味津々すけで,ですけどね。はい。車な、あまあ、車、別にね、 えー、まあ、那覇市に住んでれば必要ないんでね。えー、まあ、そういうことですね。はい、えー、それではね。えー、まあ、でも必要な人もね、たくさんいるんですけどね。はい、全部シェアリングしろということです。はい、えー、今日は本当にあの、皆さんね、えー、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。 そしてね、明日もどうぞ暑さに負けずね、お元気な顔を見られるのをね、楽しみにしております。明日もよろしくお願いいたします。はい、沖縄おばばでーした。はい、みけしゃーん。はい。うーん、かわいいですね。ありゃーん。ねえ、かわいいですね。